公営テクモライブ。はい、皆さんこんばんは。はい、公営テクモライブチャンネルアルファ第5回目の放送です。はい、この番組は公営テクモゲームスのお送りするさまざまなゲームやイベントなどなどをご紹介しつつ、視聴者の皆様と一緒に作っていく番組です。はい、皆さんからの声はこのニコニコ生放送のコメントやメールなどを通じてダイレクトに僕らに届いていきますので、どんどん参加してください。はい、皆さん声聞こえてそうですね。はい、じゃあ早速いきましょうか。はい、ではですね、改めまして、この番組を、お送りするメンバーを紹介します。まずは、私ですね、MC を務めます公営テクモゲームス広報の桂と申します。よろしくお願いします。こんばんは、吉本芸人 F2 の鈴川彩子です。お願いします。そして僕が、アンフィニーのジミーです。よろしくお願いします。いい声、いい声、いい声ですか。この前見ましたよ、チャンネルベータ。やっぱわかりますか、ボイトレ、はい、ボイトレ、ボイトレ行ったんですよ、僕したんだ、マイケルさんのところでね、はい、バッチリいい声にさせてもらいましたんで。すごいですよね、ほんと腹から、はい、あと会長さんの方に、はい、腹から声出すように今日言われたのでずっと辛くないそうですね、よしよしで、はい、いい声のところ、はい、いいところで使っていきたいと思います。はい、はいはい、ということでですね、お願いします。はい、ということで、いつもなんか最近の近況を聞いてるんですけど、はい、どうだったって、はい、まあ、今週はね、いきなり昨日今日と大きなイベントがありましたけど、うんうん、昨日の日食、ありましたね。見ました、金環日食。見ましたよ。見ました、はい、見ました、見ました。はい、僕はあのメガネをね、はいはい、買わないで、あの裸眼で見たら危ないって言うんで、ああ、目危ないって言うんですね。はいはいはい、だからな、帰りになんかコンビニで買おうかなと思ったんですけど、ちょっと売ってなくてですね。コンビニなさそうどうしようかなと思って、でなんか調べたら、はい、あの麦わら帽子のその隙間から見ても大丈夫だっていうふうにちょっと書いてあったので、あの網目の、そうです、網目のとこから見れば大丈夫ってあったので、はい、僕も麦わら帽子朝持ってこうやって見てます麦わら帽子限定なんですかね。いや、でも全然しっかり見えましたよ。ちゃんと。すーちゃんはどこで、うちはあのバイト先のゴミ出し中に、バイト中に、はい、皆さんがなんか見てて、そこで思い出して、で、おば様が近くにいた、はい、あのグラスを貸していただいて、はい、ちゃんとバッチリ見れました。おー、グラスあった方がいいよね、あれはね。そうですね、うちはね、はい、この近く、日吉の近くです。はいはいはい、30分前まで雨降ってて、やべっと思ってたら、大丈夫、なんとなく晴れてきて、はい、でもグラス持ってなかったんだけど、雲で、あ、はいはいはい、そう、あのね、うちのスタッフがね、はい、写真撮ってくれてるんです。おお、あ、これこれ、うちの、これはそうですね、すごい、はい、これ専用の、そこで手を挙げてます。あれで、レンズを使って撮ったんですか、これ。これもあれらしいんですよ、フィルター使ってなくて、あ、そうなんですか。フィルターになってるから綺麗に撮れてるんです。すごい綺麗。そうなんですよ、なんかね、カメラでも直接撮ったら壊れるんじゃないかみたいな。そう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 、なんかね、すごい熱が出る。これビビって撮れませんでしたもん、フィルターなしには。ってこれを見てね、すごいな、オロチのオロチ様が復活されるんじゃないかと思ってる方がいるって話を聞いてそうですね、さすがにやっぱね、次はいつあるか分かんないんですよ。あ、いつでしたっけ、なんかここで、この辺で見れるのはもう300年後とか、なんかそんな感じですよね。北海道で、でも、あ、なんか近いうちにあるみたいですけどね、こんなね、ど真ん中で、そうです、すごいですね。もうだって、あの中心線とか横浜市港北区ってなったら、もう嬉しくてたまんなくて、まあ雨降ったらどうしようかと思って。でもなんかでも見れなかったとこもあったみたいですよね。あ、そうですよね、そうなんですね。だから良かったですよ、見れて、ね、でも今の世の中ね、こうね、うん、あのニコ生とか、うん、インスタとかで結構中継してて、うん、あ、なんか世界的にね、見てたみたいですよ、ね、あ、すごい、スカイツリーに、スカイツリー話が、そう、あ、そうそう、もう一個話そうと思ったのがスカイツリーなんですよ。いいですね、今日からオープンですもんね。ですよね、はいはいはい、634メートル、武蔵ですよね、34メートルですね。そうそうそう、なんか予想では今年の入場者数は、うん、ディズニーリゾートを超えるんじゃないかっつって、広さ全然違うのに2000億人ぐらい来るみたいな。すごい、2000億人それ多すぎない？2000万人だった。びっくりした、はい、ちょっと盛りすぎました今のは、ね、はい、桁が、すごい、そうなん、見たいですよ。噂によるとジミ君、はい、
いや実は僕チケットをもうすでに予約してゲットしたんですよ。すごい、ちょっと5月はねゲットできなかったんですけど、もう5月落ちた後に6月を応募したら、はい、取ることができました。インターネットで、はい、すごい、あれ、あれも、ね、鼻から無理だと思ってたもんね。はい、僕も結構ミーハーなとこあるので、いやいやいや、ぜひ行きたいと思って。いいですね、うん、周りもね、水族館あったりとか、うん、はい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 、そうそう、空町ですよね、うん、行ってみたいですね、早く。駅も東京スカイツリー前駅が、あの前、成平橋っていう駅だったんですけど、駅名が変わりました。そんなモダンな感じに。そうなんですよ、なんか元々はなんか倉庫みたいな感じだったでしょ。そうなんです、はい、車庫みたいな。そうなんです、その辺もやっぱり見どころの一つ。見どころの一つで。なるほどね、はい、詳しい、みんな駅名駅名はい、ということでですね、はい、そんなことですけど、まあ、じゃあ、早速、本題に移りましょうか、はい、ではまず、今日の、放送内容をお伝えします。はい、まずはこの後公営テクモに関する最新情報をお伝えする公テクニュースコーナーをお送りします。その後本日の特集第1弾として好評発売中のシミュレーションゲームポケモンプラス信長の野望を取り上げます、はい、そしてその後は公営テクモ本社の秘密に迫る突撃公営テクモ訪問をお送りします、はい、そしてですね、番組の最後には今日もですね、視聴者プレゼントをご用意してますので最後までお楽しみください。はい、ということで、はい、来ましたね、ポケモンプラス信長来ましたね、ついに。いや、これ気になるタイトルですよ、本当。そうそう、この放送始まってからね、いつ取り上げよう、いつ取り上げようと思ってたんだけど、ようやっとここで、うん、だってこれがね、はい、結構今日、12月、はいはい、ジャンプフェスタの時に発表したんですけど、はいはい、これ発表になった時はね、皆さん冗談なんじゃないか、そう、誰も信じてくれない、都市伝説なんじゃないかっていうね、ツイッターとかで写真が上がっても何このよくできたコラみたいなこと言われて、合成みたいに言われて、そうそうそう、だってね、ちょっと信長とポケモンで全然ねキャラが違いますからね、最初ね、なかなか分からなかったと思うんですよ、ね、まあ、その辺のあたりも今日はあの株式会社ポケモンの広報さんをお呼びしてるので、うん、いいですね、楽しみ、説明していただくので、はいはいはい、その辺もまたですね、注目していただければと思います、はい、しそして前回宣言通りロケ企画をやっちゃいましたね。お、そうなんですよね、できました、はい、もう本当にすいません、突然、いやいやいや、あさってなんですけどみたいな感じでもうついにね、公営の本社にカメラが入るということでね、うん、そうなんですよ、はい、いや普段絶対入れないような場所まで入れていただいたの ね、すごいのがありましたからね、うん、なかなか楽しみに、はい、僕らもスタッフ一同ドキドキするような場所にもちょっと行ってきましたね、秘境というところで、ね、はい、なのでそちらも、たっぷりご紹介しますので、はい、教えてください。ということで、では次のコーナーに行きましょう、うん、では公営テクモ関連の新情報をお伝えする公テクニュースのコーナーに行きましょう、はい、最近あった公営テクモ関連の主なニュースをご紹介してきます、はい、では紹介はですね、はい、我らがチャンネルアルファの歌姫さやちゃんにお願いしましょう。さやちゃん、待ってました。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気でしたか。はい、お元気でした。今日はね、なんか別の場所でやっていただいてきますので、そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあですね、早速ですけど、はい、最初のニュースをお願いします。はい、戦国オンラインロールプレイングゲーム信長の野望オンラインでは6月に実施されるゲーム内最大のイベント第9回東西合戦をに向けたゲーム内イベントを明日5月23日から行います。期間中はログインすると1日1回ゲーム内のアイテムを手に入れることができます。はい、ということで、信長の野望オンラインですね、はいはい、こちらですね、東西戦っていうのがいつもあるんですよ、はい、信長の野望オンラインって、はいはい、まあ、要はサーバー上にいろんな人が集まってるんですけど、はい、その人たちが二手に分かれて大合戦をするという、まあ、年に1回の大イベントがあるんですけれども、そちらが、6月に始まりますので、それに向けて皆さん準備しましょうというイベントですね。なるほど、もうこれはもう第9回ってことはもうね、かなりの、そうなんですよ、だからってことは1年に1回なんで、はいはい、要は9年目って9周年ってことなんですよね。すごいですね。それはやっぱあの関ヶ原的なあの東軍西軍みたいな、そうですね、まあ、大体何かテーマを分けて大体2手に分かれるんですけれども、それをやっていくってことです。大体何人ぐらいのユーザーさんが参加されるんですか。そうですね、どれぐらいだろう、でもサーバーがいくつかあってサーバーによって違うので、でもやっぱりトータルでいくと何万人っていう数字になってきますよ、そうなんですよ、ね、信長の予防オンラインって、まあ、前回あの大航海時代オンライン、はい、紹介しましたけど、あれと同じようにですね、まあ、サーバー上に戦国時代があるんですよ。でそこに自分の分身となるキャラ、はい、そういうの職業を選んで、うん、じゃあ
俺侍やるとか、私はじゃあ忍者とか、はい、そんなような形でですね、自分の分身を作って、はい、ではそこで生活するんですよね。まあ、単純に戦うだけじゃなくて、じゃあもう自分の分身が戦国時代で、そうです、ね、生きてくれるみたいなことですか。もし俺が戦国時代に生まれてたらこれやるな、誰の配下になるなとか、その辺も含めて楽しみですよね。ですよね、戦国好きとしては楽しいでしょ。ちょっとやってみたいですよ、やっぱり、はいということでですね、はい、信長の野望オンラインの、キャンペーンについてお知らせしました。はい、はい、では、次のニュースお願いします。はい、7月19日に発売予定の PSP 無双オロチ2スペシャルでは初回封入特典が決定しました。特典は PSP 用のカスタムテーマ10種類、本作から登場する新キャラクター2名に加え8名のカスタムテーマを特典としてプレゼントします。さらにその8名については皆様からの人気投票で決定します。現在公式サイトで人気投票を実施中です。締め切りは5月31日まで、ぜひご参加ください。はい、ということでですね、はい、PS3 と Xbox 360版で、まあ、本当に大ヒットになりました、はい、無双オロチ2が PSP で登場するっていうことなんですけれども、はい、まあ、単純な移植じゃなくて、うん、今度は新キャラクター2名入ります。新キャラが入る。そうですね。で、まあ、それの、まあ、初回封入特典ですね、はい、まあ、初回版ですね、はい、それには、この PSP のカスタムテーマ10種類が手に入る、まあ、シリアルコードが入ってるという形ですね。まだやっぱこれね、誰がね新キャラクター入るのかっていうのは、あ、もう発表されてるんですか。一人はですね、はい、デッドアライブのシリーズからレイチェルという人がいるんですけども、その人が入ります。もう一人は今、はいはい、 ね、もう一個の別のキャンペーンやってるんですけれども、それを当てようっていうキャンペーンやってます。クイズ的な。そうなんですよ。今シルエットだけ出てるんですよ。ね、あと2つヒントが出ました。はいはい、1人は、はい、それは男性です。男性。1人は、はい、日本に関係してます。日本に関係してる。日本に関係。ということでですね、これツイッターを使ってのそうですね、キャンペーンですので、あのこちらも公式サイトでぜひ見て、ぜひご参加いただければと。これ当たると 何がもらえる。当たるとですね、はい、素敵な特典があるはずです。おお、はいはい、ということですので、はい、ね、こちらもですね、まあ、あの、はい、無双オロチ2スペシャル、あの、まあ、PSP ってことですので、はい、あのならではの通信要素も入ったりとかいろいろしますので、ぜひこれも発売までに、7月19日発売ですので、はい、いろいろ、ご期待いただければと思います。はい、はい、じゃあ次のニュースお願いいたします。はい、光栄テクモのポータルサイトゲームシティでは、光栄テクモゲームスのゼネラルプロデューサー藤沢光のコラムが好評連載中です。今回は第3回の更新になりますが、今回は今日紹介するポケモンプラス信長の野望の開発裏話を語っています。どうやってこのミラクルなタイトルが生まれたのか、ポケモン信長の野望に共通する17という数字の秘密などなど、面白い話が載っているので、ぜひこちらも読んでみてください。はい、ということでですね、はい、あの、まあ、当社の社長でもあります、はい、エリカ、クリエイターネームとしては渋沢光さん、ね、さっき実は、うん、そう、僕たちもさっきね、こう渋沢さんにお会いさせて、たまたま機会があって、はい、話をしてきたんですけど、いやでもなんか僕はもう昔から憧れの人だったので、信長の野望のとか大好きですよね。渋沢プロデュースでもう僕生活してたので生活してたんですいやもう初めて見たら、なんかすごくかっこよかったです。背も高いですし、背がすごく高くて、はい、僕のイメージより全然なんで素敵な方というか、ね、でまあ、その渋沢光がですね、今ゲームシーでコラムをですね、はいはい、まあ、あの社長として、まあ、ゼネラルプロデューサーとして、うん、いろいろ皆さんに、直接ですね、まあ、今この時代ですので、いろいろ、まあ、お伝えできるということもありますので、そこでですね、実は記事を今回3回目ということで今話をしていただきましたけど、はい、僕も読んでます。本当ですか。はい、ぜひ今後もどんどん続いていくかと思いますので、うん、ゲームシティの方連載記事ぜひご注目ください。はい、はい、じゃあどうぞ。はい、続きまして、7月28日29日パシフィコ横浜で開催するネオロマンスフェスタ13のゲームシティ優先発売が、今週末の金曜日5月25日より申し込み受付開始します。詳しくは公式サイトをご覧ください。
最後に私が挿入歌を担当するガストの新作アーシャのアトリエについて新情報が入りましたのでご紹介します。6月28日に販売予定のアーシャのアトリエ登場キャラクターの最新情報をお伝えします。今日はすでに発表されているキャラクターイラストと合わせてご紹介します。まずはアーシャのアトリエのオープニングムービーをご覧ください。ではこの作品の主な登場人物を紹介します。まずは左からヒロインのアーシャ・アルトゥール、声は井上麻里奈さんが担当されます。右側はアーシャの妹ニオ・アルトゥール、声優は伊勢マリアさんです。可愛いですね。可愛いですね。アーシャが17歳で、うん、ニオが13歳。13歳、いや若いな。可愛い。衣装の細かいところまで凝ってる感じですよね。続いての画像、左の女性はレジナ・カティス、彼女は女性の発掘家だそうです。声優は水沢文江さんです。右側は異国の錬金術師キース・グリフ、ヘーゼルダイン、声優は中田ジョージさんです。中田ジョージさん、はい、戦国無双で、はいはい、そうですね、家康と、はい、謙信やられてる、あの渋い声の方ですね。いいですね。いい声されてる方ですよね。いい声だ。ジリさんもいやなかなかですね、はいはい、左はユーリス・グルンデン、誇りを胸に生きる若きハンターです。声を担当されるのは鳥海康介さんです。右の女の子はウィルベルフォル・エルスリート、偉大なる未来の大魔法使い、声優は瀬戸麻美さんです。魔女っ子来ましたよ。魔女っ子、魔女っ子、魔女っ子かわいい。いいですね、はい、男の人もかっこいいですよね。いやイケメンですねこれは。そうですよね、しかも鳥海さんですよ、はい、有名な藤原の安平です。おお、遥かで、遥か3でですね、うん、はい、かっこいいですね。そうですね、いい声してるんでしょうね。はい、それは、はい、またいつまで。そして次は先週発表になったばかりのキャラクターです。マリオン・クイーンとハリー・オルソンです。マリオンは小さな体に大きなガッツを秘めた駐在員、ハリーは町の有力者にして希代の構図家ということです。マリオンの声を担当するのは上田香奈さん、ハリーは窓の光明さんとなっています。以上、アーシャのアトリエ最新情報でした。今後の情報にもぜひご期待ください。はい、ありがとうございました。いやね、すごい、はい、
いや豪華な声優陣ですね。そうですね、はい、またキャラクターも可愛いですね。ハリーのポーズが気になってしょうがないどん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 ねキャラクターも出てきて、はい、いよいよ発売まであと1ヶ月ちょいってことなので、もうちょっとですね。そうですね、はい、ジミさんキャラ変わってきたって。キャラ変わってきましたか。声が変わったんですよね。はいはいはい、発声が変わってきました、ね。はい、いい声になりましたんでお願いします会長。お願いします。はい、はい、まあ、いろいろニュースありましたね。いや、はい、そうですね、でもやっぱ何よりねやっぱさやちゃんのねあの初々しさが良かったですね。皆さん結構かコメントもすごい応援してるって感じになって、そうですね、僕らの、はい、ところで、まあ、前回の放送では視聴者の皆さんから、うん、そうですね、さやちゃんファン早くもどんどんいっぱいできてきました、うん、いやできますね、はい、皆さんからの声をお答えしてさやちゃんの歌ってるところのロングバージョンを、うん、お見せしたんですけれども、今度はいよいよ皆さんに生でですね、はい、さやちゃんの歌を聴いていただけるチャンスがあるんですよね。さやちゃん、来ましたね。はい、7月1日日曜日に大宮ソニックシティにて開催されるアトリエセルノサージュ初のイベントカストガーラに私も出演します。お6月28日に発売予定のアーシャのアトリエの挿入歌を歌う予定です。他にもシリーズタイトルの声優陣やロロナのアトリエなどオープニング曲を違う、すいません、ロロナのアトリエなどでオープニング曲を担当された山本美音子さんも出演予定です。歌とドラマでお送りする豪華なイベントとなっていますので、皆さんぜひお越しください。はい、はい、いやいいですね、最後までしっかりね可愛く決めてくれましたね。可愛い皆さんのこのいいです、なんとなくコメントがメロメロな感じになってきてるんですね。いやでもね、さやちゃんの歌はね、はい、そうですね、もう僕も1回生で聞いたことあるんですけど、そうですよ、すごい迫力がありますからね、はい、映像でもね、はい、2回ぐらいお見せしてますけど、さやちゃんこんなね、ね普段話してるときはホワホワしてる感じなんですけど、うん、歌うともうすごい迫力がありますね。かっこいいんですよね。かっこいいんですよ、もう雰囲気が変わります。ねえ、すーちゃんも行きたくなったんじゃないですか。お聞きしたことないので生で。あ、そうですよね、もう絶対行った方がいい、大宮のイベント。もう一回さやちゃんに戻して、じゃあイベントに意気込みでも聞いてみましょうか。あ、いいですね。はい、さやちゃんもう一回お願いできますか。はい、私は今回大きなイベントで歌うことが初めてなのですごく緊張していますが、皆様にお会いできるのを楽しみにしています。応援よろしくお願いします。はい、うん、いや、いい、応援します。そうですね、だって僕らもちろん皆さんも、はい、ね、応援してくれてると思うので、さやちゃん頑張ってください。はい、はい、このガストガーラのチケットなんですけれども、はい、現在好評発売中です、うん、詳しくはゲーム誌のガストガーラの公式サイトにありますので、そちらチェックしてみてください、はい、なんかイベント限定とかね、はい、先行販売でなるグッズもたくさんあるみたいですからね、はい、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、そうですね、あ、じゃあそちら、ご紹介しましょうか。今出てますね、今写真が出てるのは書き下ろしイラストを使ったアーシャのアトリエの、はいはい、タペストリーですね、うんうん、で続きましてが、シェルノサージュのキーボード。うわ、すごい、おーおーおーおお、これ使ったトンちゃんが、そうトン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 とすごいトントンできるんですね。トントンね、ゲームの中でもね、イオンちゃんもトントンしましたけども、はい、はいはい、こちら、いや、いいじゃないですかこれ。そして次がですね、トトリのアトリエですかね、マイクロ、はい、ミニマイクロファイバータオルってことで、おお、そう、みんな水着で、水着ですよ、かわいい。他にもですね、イベント限定グッズとか先行発売グッズいろいろあるので、あるみたいなので、うんうん、ぜひこちらご期待ください。はい、はい、いやでもね、なんか皆さんやっぱりキーボードでね、押しちゃいキーが、ね、特定されるみたいな感じでしたね。そこだけなんかすり減っちゃう感じ、はいはいはい、どういうことなのかちょっと分からなかったんですけどね。分からなかったですね、はいはい、ということです、まあ、イベントグッズってみんなついつい買っちゃうんですよね、うん、買っちゃいますね、なんかここでしか買えないみたいなやつ、そうですよね、やっぱね、ゲットしておきたいですよね、はい、ということでですね、はい、ガストガーラ、イベント本編と合わせて、グッズにもご期待ください。はい、よろしくお願いします、はい、で、もう一回さやちゃんに戻してみようかな。さやちゃんから実は皆さんにお知らせがあるみたいです。お、いいね、はい、じゃあお願いします。はい、TV、あ、すみません、いきなりなんですけど、あの、初めてのドラマ出演が決定しました。おドラマ、はい、TBS 連続ドラマ放課後はミステリーとともにに宮本しおり役で出演します。お、月曜日24時からです。皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。うん、頑張って、はい、はい、ありがとうございます。あの、原作が大ヒット。そうですよね、すごいじゃないですか、はい、ドラマ、はい、ブログもやってますので、はいはい、サヤオフィシャルで検索してみてください、はい、あ、ブログもやってるんですね、サヤオフィシャル、はい、今日アクセス数がクッとこう、はい、伸びるんじゃないでしょうか、
はい、ということで、以上光栄テクモニュースでした。さやちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、光栄テクモニュース、お伝えいたしました。可愛かったですね。可愛かったですね。本当ですね。本当ね、僕らも、みんな応援したくなる。いや、応援したくなりますね。でも、もうドラマも決まって。いや、ドラマは、これは絶対見るしかないですね。どんどん手の届かない存在に。ちょっと寂しいですね。ちょっと寂しいですけどね。はい、でも、そのうち、最初の頃、こうやってもニュー、ニュースを担当しましたというのはね。いや、そういう楽しみ方もありますよね。僕らウィキペディアの最初の方とか乗ってくれるのが楽しみですね。楽しみですね。はい。ということでですね、じゃあ続いていきたいと思います。はい。続きまして、お待たせしました。本日の特集に移りたいと思います。ました。はい。本日ご紹介するのはこちらの作品になります。ポケモンゲームの最新作は6対6の大バトル。たくさんのポケモンや武将と出会い、絆を深めて共に戦え。戦に勝って全ての城を君の手に。いざ新たなポケモンの世界へ。ポケモンプラス信長の野望。はい、それでは本日のゲストをご紹介します。はい、株式会社ポケモン広報の川口るいさんです。はい、よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。いや、でもすごいですね。ゲーム名が会社、ゲーム名が会社の名前っていうことなんですか。そうなんです。株式会社ポケモンですね。ポケモンです。はい、ゲームね、ポケモンだけをやってる会社になります。ジミ君、スーちゃんも、はい、2人とも、ね、ゲーム好きなんですけど、はい、ますけど、はい、まあ、ポケモンといえば、はい、超有名。いや、ポケモンはね、ビッグポケモンさせていただいて、やったことあります？いや、もう自分はもうちょうど世代なので、うん、ゲームボーイのもう赤、青、緑をまず全部買って、おーおー、はい、あとポケモンピンボールとか、はいはい、そういう普通のRPG じゃないやつもすごい遊んでました。すごい、ありがとうございます。ポケモンファン大好きです。ね、なるほどなるほど。僕はですね、その逆でですね、信長の野望はもうやり尽くしてるんですけども、ね、ポケモンはですね、やっぱなかなかまだやったことがなくてですね、はい、まあ、気になってはいるんですけども、はい、やっぱね、すごく有名ですから、でもどんなゲームかっていうのまだちょっと分かんないんですよね。だからちょっと話についていけないとこあるんですよ。いやで、困るとこあるんですよ、今日はね。はい、そんなお二人にぴったりなのがポケモンプラス信長の野望ですので、はい、今日たっぷりご紹介していきたいと思います。はい、発売からもう2ヶ月ぐらい経ってますけども、うん、このポケモンプラス信長の野望、ね、以前ロングセラーを続けてるんですよね。はい、大変ご好評いただいてまして、ゴールデンウィークも、いいセールスへ進んでいます。で、まあ、これからゲームを始めるという方も多いと思いますので、今日はこの番組でちょっとでも魅力を知っていただければと思っています。ルイさんの安定感って出てました。いやいやいや、安定感がですね、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今日はあえて、はい、まあ、この発売後ですけれども、はい、このタイミングでですね、はい、超異色タイトルポケモンプラス信長の野望、こちらをご紹介していきたいと思います。じゃあですね、はい、早速、はいはい、今日はですね、実際のゲームを使ってご紹介をしていきたいと思います。はい、すごい、ゲーム画面が出てきますかね。はい、お、出てきました。はい、はい、ですね、ポケモンプラス信長の野望はですね、ご存知かと思うんですけれども、シミュレーションゲームとなっていまして、はい、はじめの国の、武将リーダーが主人公になるんですけれども、この主人公が17の国を、統一を目指して、進んでいくというメインストーリーから始まります。はい、今見ていただいているのがその、エピソードの中ですね。で、これはプレイヤーキャラが、ですね、治めている泉の国になりますね。はい、はい、でここでですね、はい、今いろいろ見ていただいていると思うんですけれども、いろいろ城の中もいろいろ施設がありまして、はい、まあ、シミュレーションらしいいろんな要素が集まっています。これ信長の野望でいうと戦略パートみたいなことですかね。そうです、まさにそうなんですけれども、まあ信長の野望ほど細かいコマンドとかはないんですけれども、はいはいはい、やはり資金ですとか、はい、施設をレベルアップさせたりですとか、戦力を増やしたりですとか、そういったシミュレーションらしい戦略要素っていうのがとてもこのゲームでは重要になってきます。畑を作って兵糧をね、備蓄するみたいなことはないんですか。
それはそこまではさすがに戦力っていうのをどうやって増やしていく、はい、それがですね、ポケモンと武将にはですね、リンクというですね、まあ、絆のような結びつきがあるんですけれども、それを戦という戦いをすることによってアップすることができるんですけれども、それでアップすると戦力も増えるというような内容になっています。なるほど。いや結構しっかりね、ちょっと今戦闘に行こうとしますけど、そうですね、じゃあ実際にちょっと戦闘に進んでみましょう。武将がいろいろいますね、はい。今上からいるのが、はい、上が一番上が主人公で、はい、2番目がお家という、はい、女性キャラクターになります。剣玉で、はいはい、戦国無双流、そうですね。ジミー君的には信長の野望の方の、そうですね、やっぱり、はい、お家の妹といえば、はい、浅井健闘ついで、そうですよね、史実の方でも有名ですよね。その後勝家行きましたね。はい、早速じゃあ戦いが始まってきました。はい、おー、ポケモンかわいい。はい、今マスキッパが移動して、今黄色いマークみたいなのが出ていたかと思うんですけれども、はいはいはい、そこは攻撃を仕掛けられる場所となっていまして、なるほど、まあ、そういったように攻撃の範囲とかも非常に分かりやすく、見えるようになっています。効果抜群、はい、そうですね、はいはいはい、強い。で青いマーカーは、はい、ですね、移動範囲を表していますので、なので初めてシミュレーションをやる方ってどこ行ったらわからないっていう方も多いかと思うんですけれども、はいはい、ポケモンプラス信長の予防はこういうふうに分かりやすくなってますので、ちょっとシミュレーションって難しそうだなと思っているような方でも、すごくやりやすく入りやすく遊んでいただけるのではないかなと思っています。攻撃もですね、ポケモンによって違うんですね。あ、そうですね、ポケモン、そこはやはりポケモンらしさというのがありまして、ポケモンごとに技もありまして、あとポケモンごとにタイプを持ってます、ね、持ってるので、そのタイプでいろんな相性があるので、まあ、ちょっと攻撃が有利になったりですとか、そういうこともあるという形になっています。プリンが、ゴフプリンター、あれ大好きなんですよね、可愛いですよね。さあ今どんどん敵のターンですね、ターンで進んでいく感じなんですね。そうですね、完成のバトルになって自分のポケモンたちが全部攻撃が終わると、まあ、敵のターンになってまた自分のターンに戻るという形となっています。今までのポケモンというのはこういう戦いではなかったんですか？全く違うので、今回本当に初のバトルになるので、まあ、これまで普通にポケモン遊んできた方もすごく新鮮な気持ちで楽しめるんではないかなと思っています。じゃあこういう戦いになることによって、はい、なんか技の範囲が大きい技の方が使えるみたいな。あ、そうですね、そういうのはもちろんあるんですけれども、はい、ただそれだけではなくて、やはりさっき言ったタイプの相性ですとか、はいはい、相性、はい、ポケモンごとに特性などもありまして、例えば今マスキッパですと、はい、通常水の上というのは水ポケモンしか移動できないんですけれども、はい、マスキッパは浮遊という飛んでる特性を持っているので、飛んでますね、水の上もふわふわしてますね、はい、移動できるなどいろんな要素があるので、ちょっと戦術的にもかなりこう工夫をしていけばいろいろ楽しめるような内容になっています。サッカー、そうですね、マスキッパが水タイプのポケモンにバシバシと効果が出てますからねめちゃめちゃ強い。草タイプのマスキッパ、水タイプのポケモンに強いんで、すごく有利な戦いを進めています。これは対戦の時もこういう画面でこれで対決するんですか？ああ、通信対戦もありますからね、はい、こういう形で、はい、ただ対戦する場所はこれ以外にもいろんな場所がありますので、いろんなこうギミックがある戦場というか戦場もありますので、そこではまた違う戦略でバトルが楽しめるような形になります。これ結構でも子供には難しいんじゃないですか？これ結構、それがですね、三国志レベルの戦場ですよね、これ結構、いや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 、知力100ぐらいないところきついんじゃないですか？それ100ってかなりですよ、初活絡みです結構戦略性がありますよね。これ、まあ、今見ていただいて分かるように、はい、ボタンを押していただくと進む場所が、はい、じゃあどこまで行けるか、あとはポケモンによってはどういう範囲で攻撃できるか、あとは皆さん、はいはい、結構その、まあ、ポケモンの色が分かりやすいと思うんですけども、はい、ポケモンの色でですね、大体どういうタイプかっていうのが、水タイプですとなんとなく青っぽい、草タイプですと緑っぽいとか。なるほど、じゃあ曹操軍は水タイプってことですかねそこにつなげるかどうやってもそこに、はい、なるほど、そうなんですよ、そんな形でですね、まあ、本当にお子さんから遊んでいただけるっていうのかな。本格的な結構戦闘ですね、これは。そうですね、さあ今どうでしょう、はい、あ、なんか宝箱的なものが、あ、
そうですね、これは、はい、相手を倒すと、はい、出てくるものになりまして、お金が入っていたりですとか、はい、あと倒した武将が持っている道具などが入っている場合がありますね。今は何か取りましたね。そうですね、今は傷薬を手に入れてますね、はい、じゃあその武将が、武将というかそのポケモンが持っていた武将か、それが、ね、持っていたものが手に入るっていう、そうですね、あとお金という時もありますね。お金、はい、これお金っていうのは何に使えるんですか。はい、先ほどの城の中で、はい、まあ、いろいろポケモンのパワーをアップするような道具を変えたりですとか、いろんなところで使えますので、とても大事な要素の一つとなっています。これ飼ってるポケモンたちに給料を上げるとかそういうのはないですか。大丈夫、それは違います。修正が下がるとか登録とかはないですか。あ、よかった。でもね、やっぱシミュレーションゲームってやっぱお金っていうのは使えるのが大事になりますからね。そうですね、もう絶対で序盤はね、はい、お金をどんだけゲットするかっていうのは ね、まあ、ね、このゲームでも同じようなことが言えると思うんですけども。そうですね、はい、ということで、まあ、今ざっとご説明いただきましたけど、ありがとうございました、はい、じゃあ2人ともですね、はい、どうしよう、はい、初めて多分この画面とか、はい、そうですね、見るんじゃないかと思うんですけれども、はい、まあ、今回は本当に、まあ、時間の都合もあるのでザザッとお見せしましたけど、はい、どうですか。多分すーちゃんにとってはこういうようなポケモンゲームって初めてなんじゃないかと思うんですけど、本当に戦国無双で普段知ってる武将がたくさん出てるみたいで、ああそうですね、はい、あとやっぱシミュレーションって聞いてたので、うん、はい、もっと難しいものだと思って、ちょっとまだ手出せてなかったんですけど、うん、今日見た感じはなんかすごいボードゲームみたいに簡単に意外とできるんだなと思って、それはいい例えかもしれないですね、ボードゲームっていうのは。やってみたいと思います。ぜひぜひぜひ、はい、ジミ君どうでした。いや、これはあれですね、そのポケモンあんまり知らない、はい、僕みたいな大人でも戦略で子供を倒せるんじゃないかと。それで大人やっぱ頭いいなみたいなとこ見せれそうな。なるほどなるほど、はい、新しい子供との交流もできるかな。ちょっと黒い感じ。いやいや、やっぱねボコボコにやられそうですからね。でもあれなんですよね、今本当親子で遊んでいただいてるパターンが非常に多くてですね。そうなんです、例えば遊んでいて、はい、親子で遊んでいて、はい、お子さんはもちろんポケモン詳しい方のことなんですけど、お父さんはポケモンさすがにちょっと詳しくないけど、ちょっと、ね、はい、武将は結構知ってる。そうですね、武将だったお父さん、この金継ぐって何、はい、ああそれは多分名古屋金継ぐのことだろうみたいな、はい、そんなような会話がですね、市場で。でお父さんちょっと遊んでみて、ちょっとこれって何タイプなのと、はいはい、何タイプって何に強いのとか。ポケモンね、ちょっとわからないですもんね。僕もうピカチュウとミュウツーぐらいしかわかんないですね。結構重要なとこ押さえてます。なんか映画とかのタイトルで、はいはい、大事なのかなと思って。ということで、まあ、今まではですね、実際のゲームを使ってご紹介いただきましたけれども、ここで、登場する今話に出ました武将ですね、はいはい、そちらについてもご紹介していただきましょう、はいはい、じゃあ最初はこの武将になります。最初の武将、はい、はい、お、来ましたね、はい、こちらはすーちゃん誰だか分かりますか、はい、これ雪村さん、はい、当たりです、はい、これはですね、実は進化した、向かって右が、はい、右がですね、進化した雪村の、姿になります。衣装がすごいなんか豪華に、ね、そうですね、そうなんですよ、すごいリザードンっぽくなってる。あ、その通りなんです。ポケモンが進化するっていうのは多分知ってる方多いかと思うんですけれども、はい、ポケモンプラス信長の野望では武将も進化して、進化するとこう右のように衣装が豪華になったり、ちょっとかっこよくなったり、武将も、するようになってます。進化するんですね、はい、なんかね、肩から羽が生えてますもんね、これ竜みたいな、はい、で他にも何人かいますんで、ちょっとご紹介をしていきたいと思います。はい、はい、こちらは、お、来ました、これ政宗ですね、はい、僕の好きな、これ実はそうなんですよ、ジミ君が好きだという、はいはいはい、政宗の、ああでもやっぱちゃんと三日月はあるんですね、これね。そうですよね、三日月から随分いろんなものがすごい豪華になってますけどね。飛べそうな感じがありますね、これ。インディアンとか言われてますけど、インディアンとかそうですね、飛行タイプのポケモンを使うんで、まさに飛べそうな感じっていうのは、まさにの言葉ですね、はい。僕仙台に住んでたんで、やっぱ伊達政宗が好きなんですよね。ああ、なるほど、そういうつながりだったんですね。そうがありますね、やっぱ。じゃあ、あともうちょっとお見せしたいんですけれども、ちょっと、はいはい、すみません、時間がなくなってきましたので、はい、この後、いくつか、武将の進化後イラストを公開しようかと思ってたんですけれども、うん、全部は無理なので、2体までご紹介しようと思いますけど、じゃあ、はいはい、ですね、皆さんに選んでいただこうと思います。ちょっと次の4人の中から選ぶっていう形でよろしいですか。じゃあ、アンケート機能を今使って出せますかね。はい、うん、4人の中から選ぶ、はい、ということですね。それで、皆さんから上位2名ですねの武将の進化後イラストを公開したいと思います。 お仕事が早い。稲姫、2番蘭丸、3番ガラシャ、4番三成です。三成、
これはどういう結果になりますかね。四、が多そうですかね。三成。さすがですね。いや三成はでもきっと悪い顔してるんでしょうねきっと。どうなんでしょう。今回あの戦国無双の三成とまたちょっと違ってですね。そうなんですか。あ見たい。それは楽しみにしててください。チビキャラだったりするので。じゃあ出ましたかね。じゃあはい、じゃあ結果見てみましょう。お、ドン。お出ました。出ました。あ、おガラシャ。ガラシャ。そしてお僅差で稲姫ですね。稲姫。女性がやっぱ人気ありますね。なるほど、結構割れましたね。割れましたね。いやでもガラシャなんているんですね。いやガラシャ、ガラシャも最初ね、はい、公開した時はすごい反応でしたよね。はい、ということで、マニアックなところですよね。じゃあ早速準備でき、もう出てますね、ガラシャ。お、すごい。ガラシャ。すごいなんか。衣装とお揃いのポケモンを一緒に連れてっていう形でとっても可愛らしいなってます。進化前はちょっとそうですね、あのゴスロリチックな感じだったのがちょっとマジシャンみたいな感じにシルクハットのせいでしょうか。これ連れてるポケモンは結構なんかね、壮絶な人生を送った人のように僕は印象だったんですけど、結構明るい方なんですね。はい、じゃあ次を行ってみましょう。じゃあ続きまして稲姫。稲姫、おお、これはまたエンペルトというポケモンを一緒に連れています。なるほど、勇ましい感じですね。稲姫の感じ出てますね。稲姫かわいいな。お、いろんな表情パターン、あ、驚いてるのかわいい。なるほど、ということで、以上いかがでしたでしょうか。まあ、今日、お見せできなかった、すみません、時間の都合でお見せできなかった武将の進化後の姿についてはですね、ぜひ実際にゲームをプレイしてその目でお確かめくださいということ で、いいで、ね、よろしいでしょうか。進化後楽しみですね。はい、じゃあ続きまして、川口さん来ていただいてますので、はい、現在好評配信中の追加エピソードについて、ご紹介をお願いいたします。はい、5月12日から6月8日まで任天堂 Wi-Fi コネクションでランマルのエピソードを配信しています。はい、これどうやったら受け取れるの。はい、これはですね、任天堂 DS や 3DS の通信機能を使ってダウンロードするんですけれども、あのインターネット環境にあるご自宅ですとか、任天堂 3DS ステーションがあるあの家電量販店さんなどで、あのインターネットに接続して受け取ることができますので、あの詳しくはあの公式サイトなどにあの載ってますので、そちらをご覧いただければと思います。はい、続いては、はい、現在この番組を放送している、ニコニコ動画、はい、ユーストリームとニコニコ動画でやってるんですけど、はい、ニコニコ動画の方ですね。で、この、ポケモンプラスの信長の野望をモチーフにした漫画が、はい、連載中なんですよね。はい、ニコニコ映画さんの方でですね、ポケモンプラス信長の野望乱世色絵巻というウェブコミックが、はい、今出てますね。はい、が好評連載中になっていまして、今5話まで、アップされています。こちら無料で読めますので、ぜひぜひあのご覧いただければと思います。今週の金曜にも最新作が、そうなんですよ、本当に武将のいろんなエピソードが見れるんで、ぜひぜひご覧いただければと思います。いや、お知らせが満載ですね。いいですね、オリジナルストーリー的な感じで、本当にここでしか読めないストーリーなんで、無料で、しかも無料です。ニコニコで漫画も読めるんですね、知らなかったです。すごいですね。すごいな。はい、ということでですね、いよいよちょっとお時間も迫ってきましたので、はい、じゃあ本日は、ポケモンプラスの信長の予防をお送りしてましたけども、ここで、川口さんよりお知らせが、はい、お願いします。はい、実はポケモングッズの専門店のポケモンセンターというお店があるんですけれども、はい、全国7カ所にあるんですけれども、そちらでこのポケモンプラス信長の野望のオリジナルグッズなども販売してまして、他にも視聴者の皆様があの、すごくあの気になるようなグッズもたくさん取り揃えてますので、お近くにいらっしゃった際にはぜひお寄りください。はい、はい、結構行かれてる方も多いんじゃないかと思うんですけど、自分もしょっちゅう買いに行ってます。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。今日もなんか持ってたもんね、袋をね。そうなんですよ。ということでですね、実は、はい、視聴者の皆さん、田口さんから、株式会社ポケモンさんから、視聴者プレゼントをいただきました。来ましたね。ちょっと後ほど後でご紹介しますけど、すごいですよ、中身が。いろんなグッズがたんまり入ってますので、後でご紹介します。川口さん、ありがとうございます。これ、今までで一番豪華なんじゃないですか、もしかしたら。すごいですよ、だって。すごいですよ、ね。この袋だけでワクワクしてる。ね、すごい、ポケモンセンターの袋。はい、ということで、後でご紹介しますので。はい。はい、ということで、本日のゲストはですね、川口さんでした。じゃあ、最後に視聴者の皆様に、はい。はい、メッセージをお願いします。はい。ポケモンプラス信長の野望はポケモンファンはもちろん、シミュレーションファンの方にも楽しめるソフトになってますんで、ぜひこの機会に遊んでみてください。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、株式会社ポケモン広報の川口さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、安定感。いやルイさんの安定感と出てましたけど、いいですね。やっぱりポケモンはやっぱね、ちょっとやっぱ興味ありますから。そうですね、はい、ぜひね、信長が入るとやっぱちょっと入りやすいですね、僕。そうなんですよね、結構皆さん、はい、まあ、お子さんなんかは逆にこれでシミュレーションゲーム初めてって方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい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 、逆に大人の方、まあ、特にシミュレーションゲームファンの方はこれでポケモン初めてって方もいらっしゃると思うんです、なんかでもね、大人でも全然楽しめそうな、なんか戦略がすごく、そうなんです、なんか17種類ぐらいあるんですよね、なんかその相性とか。そうですね、タイプが17あって、国も17あってみたいな感じの、その信長の野望の話があってのが最初、さっき渋沢公コラムを詳しくは読んでいただければと思いますが、なんかね、秘密があるみたいなんですもんね。そうなんですよ、あの、あれかもしれないですね、僕のイメージだと、あの、はい、将棋とかみたいな感じで。ああ、なるほど。さっきボードゲームって話ありましたけど、あの、ルールは単純なんですけど、はいはい、めちゃめちゃ奥が深いっていうのがありましたんで、ね、はい、ということで、ぜひ、はい、ポケモンプラスの信長の野望、お楽しみください。これ楽しめそうですね、はい、ということでですね、続きまして、はい、本日2つ目の特集に移りたいと思います。はい、冒頭にお伝えしましたように、今回ですね、この放送をお送りしているここ日吉にあります、はい、公営テクモ本社を2人に探検してきてもらいました。そうですね、はい、ね、前回なんかベータのね、大将と結城がロケしたので、はい、ね、うん、僕たちもしたいなって言ってたらね、本当に今日ね、すぐやることになったんですよね。すいません、急で。そうなんですね、はい、もう社員さんでも普段入れないようなところに入れないですね、通していただいたので、はいはい、行かせていただきました。はい、ぜひご覧ください、はい、それでは VTR スタート。はい、というわけでですね、はい、本日は公営テクモゲームスの本社があります横浜市は、東急東横線三好駅に来ています。ジャンプで入りました。本日はですね、公営テクモの本社の中身を見せてもらえるということでね、そのロケにやってまいりました。あ、見えてきましたよ。見てください皆さん、あちらがですね、はい、日吉名物公営テクモのジェミニビルのですね、壁画になってます。最初見たときびっくりしますよね。びっくりしますよね。あの、ウニの断面かなと思って。いや、ウニじゃないです。あれはですね、一応太陽をね、イメージして。太陽。そう、太陽。はい、着きました。吉名物。こちらがですね、公営テクモゲームスの本社ビルになります。いきなりインパクトのある建物ですね。ねえ、なんていうか、美術館みたいな雰囲気がありますよね。早速行ってみましょうか。はい、目が光るって言われました。よくご存知で、そうなんです。すいません、さっきちょっとあの節電で、節電でね、してないらしいですね。はい、それで行かなくなったんですよ。受付です。あ、今来るみたいです。あ、はい。はい。はい。ちょっと、あ、はい。はい。はい。ちょっとね、失礼します。笠原さんのことをどう思ってるのか聞いたら、そうかと思いましたね。ボロクソ言われたんでしょ、来て。いや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 。肖像が飾ってあります。おー、すごい。え、これあれじゃないの、教科書とかすごかったですね、大橋さん。あ、教科書載ってるんですよ。ありがとうございます、川さん、来ていただいて。ねえ、この本社なんか国宝だと思ったら、はい、国宝のレプリカだったね。こういうような面白いものがありますので、今日はそれをお二人にご紹介しようと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょうか。はい、じゃあお願いします。これはどこになるんですか。他にはどこですか。そうなんですね。ちょっと、はいはい、仕事ですか。何だと思いますか。なんか色違いのタイルがいっぱい。まあなんかタイルがね、なんか色が普通の。ここですね、来ましたね、ここは。ちょっとこれを別の角度から見てみる方は知ってる。別の角度から、はい、ここから見てみてください。さっきの皆さん見てください、これ上から見ると、おお、これ信長じゃないですか、これドット絵みたいになってたんですね。転職、そうです、転職機ですね。ここはどこなんですか。ここがですね、社員食堂です。いや、これはいいですね、社員食堂。まだちょっと早いんで誰もいないんですけど、おやっぱりね、皆さんの反響もやっぱりありますね。広いですね。でここですね、ここね、見てください、この立派な食堂。僕はじゃあもう三国武装とか出た時には、そうですね、何十万本突破とかするのでパーティーやるんです。命の源、はい、まあそうですけどね。次はですね、どこに営業ですね。次はですね、はい、公営テクモ、はい、秘境とも言えますよ、はい、秘境も、はい、秘境、秘境、ここ秘境ですか、ね、大理石とかですか、ね、緊張しましたね。全然雰囲気が違いますけど、なんだろ、声小声になってます、はい、そうなんですよ、役員ここは、ね、僕らは全然ね、なんともなかったの。それでね、なんか初めて来た、初めて来たって言ってました。緊張してます、ね、急になんかね、別人みたいな、はい、ご案内していますね、はい、どうぞ、こちら失礼します。失礼します。ここは役員応接室、うん、
何ですかこの部屋は。じゃあ役員が、まあ、大事なお客様の回路を使う部屋なんですか。ちょっと今までの部屋とちょっと質が違いますね。ちょっと違いますね。なんか トロフィーですか。あ、そうですね。あ、本当だ。そうか。いやもうね、全部やったタイトルですよ、これ。戦国武装とかやりましたけど、はい、PSR はもうまだまだあるんですか。縦ですね。はい。会議室なんかピラミッドみたいなのがありますけど。そうそう、これも一個の作品なんですよ。ピラミッド。横が黄色と赤と青になってるじゃないですか。うん。そしてこの後ろのついたてにそれが映ってる。はいはいはい。ピラミッドが連なってる。無限の広がりみたいな、そういうのを表してるんですね。なるほど。で、上がここ開いてるんですよ。そうですね、こう太陽の光がこう来てるじゃないですか。見応えで、向こうからお客さん来るので、ね、ピラミッドの集めたパワーでお客さんをお迎えしてる、そういう作品なんですね。はい、というわけで、公営テクモゲームズの本社ビルを今日は見ていただきましたけど、いかがでした？はい、なんかなんていうか、もっとあのお城みたいな古い建物なのかな、はい、ああ近代的なねそうですね、はい、あとなんか建物自体が美術品みたいな感じになってちゃんとその展示品にもいろいろ意味があって、そうですね、あとはですね、あと、はいはい、あのいろいろこの新日吉にもですね、はい、ビルがありますので、はい、また違うビルの関係の違うビルもあるんですか、はい、またそれもまたね、ぜひぜひ、あの視聴者の皆さんからいい、うん、もっともっとっていう声をいただければですね、うん、あのぜひぜひまたお呼びしてよろしくお願いしますので、うん、またやりたいです、はい、お願いします。はい、じゃあ以上、はい、会社関係でした。はい、はい、じゃあさよなら。さよなら。はい、ということで自分たちで振って自分たちに戻ってくるという、はい、新しいパターンでお送りしました。もっともっとって声が。本当ですか、もっともっと。いやでもなんかね、まだこの時は見せてもらえなかった、なんか、うん、まだあのこう渋沢さんがなんか最初に信長の刃を作った PC とかがいろいろお宝があるみたいです。どこかにあるって噂聞きましたけども、あともっと言ってしまったあの僕らの寸劇がカットされていたのがちょっとショックでしたね今回。いやいやいや、あれはなんか、はい、あのショートコントじゃないですけどなんかもっとなんかね、僕とあと桂さんの茶番があったんですけど、茶番があった茶番茶番でさかり言われて、はい、カットされてしまいましたね。はいはい、はい、なのですけど、まああの他のビル、じゃあ、はい、そうですね、行ってみましょうか。行きたいです。なんかあちらのね、なんかあのジミービルも見たいですもん。はい、ジミー、はい、あっちは何があるのかなっていうのも気になりますが、結構皆さんの壁画は有名、うん、はいはい、もうやっぱり本当に日吉名物みたいなね、うん、感じなんですね。あともう一個奥に、うん、あの黒っぽいビルで第二ビルってありますね、その、うん、こっちの方に東横線から見えるので、はい、もしかするとあっちが本社だと思ってらっしゃる方とかいらっしゃるかもしれない。あれは旧本社ビルなんですよね。 あっちとかもありますので、じゃあ第二回訪問、はい、ありがとうございます。じゃあ行きますか。はい、行きたいです。はい、なんかあと他にもなんかあれですよね、京都とか、あ、そうなんですか、なんかシンガポールとかオフィスカナダとかにもあるって噂聞きましたよ。え、行っていいですか、ね、皆さんそこも見たいんじゃないですか、皆さんそこでバッテンが、ね、はい、皆さん見たいというコメントお願いします。すごい、これレオってよくご存知で、その京都のビルはこうやって行ってみたいですね、はい、またじゃあこの企画行きということで続けさせていただきますんで、うん、あ、はい、いいですね、ありがとうございます、はい、ちょっとシンガポールが見るかもしれないですけど、はい、はい、じゃあできるだけやってみます。いやいや、はい、ということで、はい、ざっと、まあ、お送りしてまいりましたけども、はい、まあ、今日はですね、ポケモンプラスの信長の野望を中心にご紹介しましたけど、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。あっという間でしたね、はい、こんな時間になってしまいました。いやでもね、やっぱポケモンプラスの信長の野望ってやっぱ気になるタイトルでしたから、なんかね、やっぱ小学生にとってはあのあれぐらいのシミュレーションっていうのはもうよっぽどやりごたえがあるんじゃないですかね。なんかそうですね、それを感じてなんか信長の野望に入っていくみたいな、そうなんです、いいステップアップになるかもしれないし、それはいいですよね、はい、シミュレーションゲームってなんかね難しいってイメージがあるかもしれないですけど、はいはいはい、もう単純に複雑なことなくても十分奥の深いところ、うん、なんかどんどんやり込めるね、ここがいいんです。最初ちょっと難しいんですけども、はい、ね、ただまあ最初は実はですね、あのエピソードですごく分かりやすくチュートリアルもあるので、なるほど、全然大丈夫かと思います。なんかちょっとあのね、コメントでもあったんですけども、はい、信長もやったのなんか三国志もやってほしいみたいな、はい、やっぱね光栄ファンとしては三国志バージョンも見たいなっていうのは結構ありますけど、ね、皆さん結構僕もネットの書き込みとかを見ると、はい、そうそうはどのポケモンを連れてるんだとか結構気になりますね、はい、面白かったですね、はい、はい、ということで、まあですね、はい、また、次回もいろんな作品、ご紹介していこうと思いますので、うんうん、じゃあ、ど番組の、はい、じゃあいよいよプレゼントのお話に参りましょうか。はい、はい、先ほどご登場いただいた株式会社ポケモン様よりいただきましたポケモンセンターで発売中のポケモングッズ詰め合わせを3名様にプレゼントします。はい、はい、今日はね豪華ですよ。ちょっとお見せしましょうか。この袋が3つあって、あ、中の3つはそれぞれ中身が違うらしいので、どれが当たるかは
あの皆さんあのそこで、はい、見ていただければと思うんですけど、まあ、例えばいやでもねどれが当たってもねこれは三つ秀クッション、はいはいはい、まずはクッションですね、これ三つ秀、ね、結構三つ秀系ですね、三つ秀、あ三つ秀かっこいい、三つ秀フィギュア、おフィギュア、あとはいいなフィギュアね、フィギュアいいよね、タンブラー、信長様ついてますですとか、まだまだ本当にね、あのあフィギュアいいな、いろいろあるんですよ、ポストカードから、巾着からなどなどが入っているこのですね詰め合わせをですね、はい、いやいやこれだってね、3名様に、はい、こちらご要望の方は、はい、ご希望の方はアルファチャンネルのメールアドレスまで、どちらのプレゼントをご希望か明記の上 E メールを送ってください、はい、これですね、はい、当選者には追って折り返しご連絡しますので、住所などはその際にお伝えください、はい、応募の締め切りは次回アルファチャンネル放送日となる6月5日正午となります、はい、いやこれ応募します、自分も、いやこれ欲しいからね、内部的なのはどうかな、はい、すごい真面目な話を僕らに当てちゃったらちょっとね不正みたいになっちゃいますからね、そうですね、これは本当相当すごいですよ、でもねなんか信長さんがねいっぱいある袋もありましたもんね、さっきちょっとありましたね、いただいたら、あもうチェックしてる、いや 見ましたよ、信長として、はい、やっぱ信長のフィギュア普通に欲しいですもん、そうですね、戦国ファンとしても欲しいですよ、ちょっとどれが誰に当たるかというのはちょっとあのランダムということになります、ね、ですけれども、はいはい、ぜひぜひご期待いただければと思います、僕も一応名前変えて応募しています、バレないように、はい、はい、ということでですね、でも、あとメールアドレスですね、はい、応募のメールアドレス先ほど出してましたけども、こちらはですね、うん、マイゲーム C のコエテクモライブコミュニティなどにも出てますので、お間違いないように送ってください、うん、はい、また、前回の、プレゼント大航海時代オンラインの、PS3 版と7周年記念パックについて、こちらに関しては、たくさんのご応募ありがとうございました、こちらに関しても抽選をしまして、当選者決まり次第、商品を発送いたします、はい、あ、締め切りがですね、うん、ちょっと今違ってましたかね、6月5日までです、ね、あ次回のチャンネルアルファの放送、はい、もう6月です次回、そうですね、はい、ですね、本当に梅雨ですね、次が、はい、と締め切り、そうですね、火曜日でも雨多い、そうですね、多いですね、いつも日吉、はい、そうなんですよ、チャンネルベータの時も雨だったり雷だったり氷が降ったりいろいろしてるんですけどね、はい、はい、ということでですね、はい、あとプレゼントの応募と一緒にですね、番組のメッセージをぜひ書いていただけると、嬉しいなと思ってますので、はい、皆さんのメッセージは皆さんあのみんなスタッフで読んでおりますので、ぜひぜひ送ってください、はい、はい、ということで、あと、この番組ではコメントはもちろん皆様からの、E メール、先ほどの、アドレスで結構ですので、どんどんご意見、を送っていただければと思います、もしくはマイゲームシティの中に公式コミュニティがありますので、そちらにどんどん、書き込みお願いします、こちらのアドレスですね、さっきのプレゼント応募と同じになります、はい、例えば誰かに来てほしいとか、どのタイトルを取り上げてほしいとかのご要望もできるだけお答えしたいと、はい、そうですね、はい、皆さんのご意見をお聞かせください、そしてですね、今日はですね、番組終了後に視聴者の皆さんに何問かアンケートを取らせていただこうと思っています、今後の番組を作る上で参考にさせていただきますので、ぜひご参加ください、また、ゲームシティの光栄テクモライブ公式サイトではこれまで放送したアーカイブですね、うん、そちらを、ご覧いただけます、見逃しちゃったとかこれもう一回見たいなんてことある場合はですね、はい、光栄テクモライブの公式サイトの方にぜひお越しください、はい、そして来週はですね、チャンネルベータの放送があります、5月29日火曜日20時から MC クオンはじめ、アンフィニからは大将と勇気でお送りいたします、はい、こちらもお楽しみにお願いします、はい、はい、チャンネルアルファの次回放送は6月5日となります、うん、新作タイトルの情報も出てくるかもしれないということで、かもしれない、はい、楽しみですね、はい、詳しくは光栄テクモ公式ツイッターやマイゲームシティの公式コミュニティにて告知いたします、はい、次回特集はですね、今何をやろうかなと思ってんですけど、今日取り上げたノブオンとか面白そうですよね、信長の野望楽しみですね、はいはいはい、まあ、大河戦前ということで、いやいや前に一回様子を見たいなとも思ってますので、またその辺詳しく決まりましたらと告知いたしますので、はいはい、お楽しみに、はい、ということで、ほぼほぼちょうど1時間で終わりますか、はい、ということで光栄テクモライブチャンネルアルファ、今日の放送いかがでしたでしょうか、またですね、再来週お待ちしております、来週はチャンネルベータで、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします、それじゃあ皆さんさようなら、さようなら。